はいどうもこんばんは y o u t u b e r h i r でーすいやーまたあのー、怒っちゃいけんことや起きちゃったうんそうなんですよまさかあのー、俺今日から YouTuber ーー呼びます <laughs> いやーあの言われありがとうございま <laughs> なんでや <laughs> なんでやそういうじゃないじゃん。なんでやなんで何で今日から YouTuber やめるよ。もう広くという YouTuber やめます。なんでやなんでや違うよ。そういう意味じゃないよ。そういう意味じゃないよ。違うよ。うん <laughs> 違う。えー、っと。 <laughs> え<ー>っと <laughs>。あ、そうそうそう。僕ね、あのー、起きちゃいけんことが起きちゃった。要は、悲しり。悲 <laughs> しりですね。悲しり。あの、要は皆さんね、あの、悲しりって、まあ、あった人と、会ってない人、まあ、半分以上おるんですけど、僕もついね、悲しりに会いました。 今回はね、この動画は、金縛りについて話したいと思います。金縛りは実際起きたものなので、全て、あの、話します。あの、ね、まあ皆さんね、本当に、あの、金縛りとかはね、あの、信じない派ですか信じる派ですか僕はね、信じない派なんですよ。でも、僕ね、昨日ね、起きたんですよ。あの、なんて言うの <laughs> ま、ここね、僕の部屋なんですけど、あの、僕の部屋、ね、まあ狭い。 っていうなんか狭苦しい暑苦しい男入ったら暑苦しい関係ないわ <laughs> あの,ー、あの誰か助けてきてくれ <laughs> 俺のために <laughs> という内容を王道の鎌倉君のおちち <laughs> ゃうあのー、実はね僕あの昨日寝てたんですけど、ま、真っ暗真っ暗 真っ暗なんですけど真っ暗であの電気あの真っ暗なんですよ本当は見えないんですけど僕寝とったんですよこう,こうしてこうふうにであのー、まあ寝てたわけじゃないまあ寝てただから夢を見ておったんですよでまああのー、一回ね目が覚めたんですよまだまだその時は金縛りに会ってなかったんですよ会う前なんですよでまあこう寝とったんですけど そしたら、急に、体が、こんな、なんか、うぅぅ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 ぅいや、離せよ,離せよっていう、なんか、そういう、か、か、感情が求められてるって、い、つうか、あのー、俺、さ、あの、悲しりに会う前の段階だから、僕ね、あのー、まあ、ここだけは言っときますけど、本当にね、あったんですよ。嘘じゃないです。本当にあったんですよ。 あのー、あの金縛りっていうのは僕もね、あのーまあ、聞いたことあるんですけど昨日ね実際に会ったんですよ。でこういうふうに寝とったんですけど、まあ、僕は夢見,見,見とったんですけどあんまりね記憶に覚えてないんですよ。あの気配は感じたんですよ誰かがそばにいるなって。でまあ、急にねなんか 急に僕の手と足,足が誰かに掴まれてるような、こうやって、ガシッもう二度と動くんじゃねえぞって言って、ででもうね、あのー、強いんですよ。もう、それなのに痛くも感じもないんですよ。ただ気配だけがするんですよ。で、まあ、あのー、僕も寝てた、もう夢を見とったわけですから、あのー、まあ一回起きたんですよ。まあ一回目が覚めて、 え、まあ真っ暗だし、電気もつけない。真っ暗。で、まあ何も見えない。普通だったら何も見えないんですけど、まあ、僕も初め、初めは気のせいかなと思って、あ、気のせいか、夢か、夢の中で金縛りがあったんだ。あはははって、ね、寝てたんですよ。もう、もう、もって、さすがに、もう悲りはないぞと思ったら、また急にね、手と足と、今度は、お腹をぐっと押さえるような感じがして、 苦しかったんですよでもなんと不思議なように痛くも痒くも感じなかったただ苦しいだけ「あ苦しい苦しい誰か水を飲め、ね、誰か水をくれ」って言ったんですよもうなんか気配だけ感じるような感じがしてあのそれでまあ目が覚めてあ起きたと。 おはようあ夢の中で金縛りあったんかなって思ったもう全然ね記憶も何もすら残っていないもう全然覚えてないもうスリップアップしたような感じがしますやっぱり僕はねあの金縛りっていうのは聞いただけで生まれて人生初めて金縛りにあった男ですね本当にあったんですよ、まあ、気配だけけはすするんですけど あの、なんて言うの目、まあ寝てゃったわけですから、なんか誰かに、僕の近くに4人ぐらい、誰かが、なんか僕の腕と足を、お腹を押さえとったんですよ。そういう感じが、あの、したんですよ。あの、気配が。で、まあ、目が覚めて、まあ真っ暗だし、誰もおらんかったんですよ。で怖いんですよ。で、また寝たら、また足と腕が急に動かんようになって、僕は、 話せよ話せよいい加減話せよ話せよって言ったんですよ。まあ、もう、そこすら記憶がないですね。まあ、覚えてないですね。昨日ね、あの生まれて人生初めて、えー、っと、悲しりにあ会いました。もう、本当にね、もう情けない。もう、悲しりに、ね。あのね、あと一つね、恐怖を感じたんです。ちょっとだけ。恐怖を感じたんですよ。あのー、ね、 やっぱり、誰かに手と足を掴まれるようなところが恐怖を感じたんですよ。まあ、僕は、このまま、俺はどうなるんだ。金縛りに入って俺らはどうなるんだ。ああ、嫌だよ。一、まあ、回ね、一回ぐ目を開けたんですよ。まあ、真っ暗だし、何も見えない。というわけで、今回の企画は金縛りにあったんです。本当に金縛りにあいました。やっぱり、 もう二度と起きたくないですね。金縛りって僕も思ったんですけど、あ、もう、毎回来るのっていう、なんか、想像してたら余計眠れなくなる。やっぱりこのまま俺は一日中ずっと起きとこうかな、朝まで。そしたら金縛りも関係なくあ、そしたら逆に今度はこういう金縛りがやってくるよっていう感がするんで、まあ僕もちょっと恐怖には耐えられなかった男なので、 あのー、経験はしたんですけどやっぱり怖かったですねちょっとだけ怖いですちょっとだけ怖かったです <laughs> まあそれを主に詰めて動画に、あのー、企画に出そうかなと思ったんですよやっぱりね是非ね皆さんもね悲しばりにあった時はすぐ「ああいうえおと叫びましょう僕もねあいうえを叫んだんです やっぱり怖いですね金縛りは金縛りじゃなくて金縛りだったら良かったのに金縛りだったらいっぱいお金が落ちてくるんでいっぱいお金が落ちてくるような感じでまるで天国っていう金縛りの逆じゃ絶対金縛りはブブダメですよ借金俺は世界一の YouTuber